皆さん、こんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。続きまして、原油についてお話申し上げます。まあ、原油につきましては、最後にも述べますけれども、需要が回復するかってことが一つのキーポイントでございます。2019年までは順調に来て、これから伸びようとしているところにコロナができまして、19年の12月以降、まあ、20年の4月ぐらいが一番の山だったんですが、二山来てますね。宮間目が来るかどうかちょっとわかりませんが、いずれにしてもそういったコロナ騒動で需要が減退してます。車に乗らなくなって、飛行機が止まってということですね。それがどうなってるかってことを今見てみますと、22日まで最新のアメリカの需要でございます。ガソリン需要はここまで回復してきましたね。かなり回復してます。若干ですけれども、2019年の10月のレベルには、ここは到達してませんということですね。このところはですね。ですから、もう一息ですね。景気が回復するだろうと思われますけれどもね。コロナは多分、ワクチン接種によって、収束していくだろうと思われます。ジェット燃料需要はまだ飛行機が完全に、アメリカの場合は国内線はもう動いてますから、国際線のものですが、まだ19年にはほど遠い状況でございます。ということで、まだまだ回復途上にあって伸びる状況ではありますが、一昨年ほどではなってないと。ここでお知らせです。日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお応えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページにてご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。生成設備の稼働率85ですから、90% ぐらいだったんですね、前は。90以上だったんですが、19年、20年からこんなに下がっちゃいまして、非常に下がった後で、これはまあ台風が来たんですけれども、下がっちゃって、これが 85% ですから、まだまだこんなところにいますから、元には戻ってないってことですね。ってことは、原油の需要がそれだけまだ少ないってことですね。これは原油の需要でございます。まだまだ前に比べて悪いってことですね。在庫につきまして、これが増加したり減少したりする。今週22日の週は317万バレルの前週から比べて増加してましたので、原油価格は下がりました。こういうように減少しますと、これ3週連続で増加した後で、下がった、減った。ということで、もうずっと減るような雰囲気になりましたんで、価格が上がったんですが、ここでまた冷や水が浴びせられます。これは一喜一憂毎週します。ガソリンは3週連続で減ってますから、ガソリンについては強気になってます。まあ、生成設備が稼働してきてますから、循環が良くなってるってことでしょうね。生産量は意外と増えてません。1130万バレルで、横ばいでございまして、ずっと2020年から生産できるんだけど生産してない。まあ、85ドルにもなれば、原油は十分40ドル、45、6ドルでしょうから、コストはですね。ですから非常に儲かる。これ以上儲けてもしょうがないっていうところで、まあ、石油会社はそんなに需要を壊しても、需要というか需給を壊しても、までも増産はしないという方針ですね。いつでも作れる状況にはあると思います。そういった状況で止めているってことですね。次の話で、カナダからの原油輸送パイプライン、この黒い線なんですけども、これは1969年に作られ始めまして、途中で、環境破壊とかそういった問題でストップがかかりまして、途中で作らなか
ちょっといろんな問題、創業の問題もございまして、ストップしていたのがようやく開通したということでございます。これが、今年初めて、ストップしてから7年間止まったんですが、ここまで、これでもうここはクッシングですから、クッシングから、メキシコ湾までは通過で行ってますから、乗り換えれば行けるわけですね。ですから一気通貫でカナダからメキシコ湾までパイプラインが開通しました。ということが10月1日のことでございます。これによって鉄道で輸送していたものが当然パイプラインの方が非常に効率が良いわけですから、鉄道輸送、コストについても鉄道の方が高いんで、パイプラインの方が安いんで、安い原油が、カナダ産の原油がもっぱら重出油なんですけども、メキシコ湾の生成設備は世界でも珍しい重出油に対応した、石油生成設備ですから、これは重出油が足りなかったんですね。この辺で、出てくる、後で地図を見せますけれども、パーミアンで出てくる、原油は軽出油ですから、アメリカは軽出が多いんですね。カナダはタールサンドですから、重出油でございます。ということで、非常に稼働がスムーズにいって、まあ、アスファルトみたいなものもできるようになりましたということですね。パイプラインが完成したことが意味するものということで、これはスプレッド。WCS っていうのはカナダの、いわゆる先物取引所でございます。原油の先物取引所とアメリカの WTI、の原油先物との値差が大きかったのが縮んできましたよ。縮んできたってことは何を意味するかっていうと、カナダの原油の方が安く割安になってきましたと。こういうところは割高、カナダが高かったんですが、安くなったと。でございます。ということで、まあ、カナダの輸入は、アメリカの輸入量全体の、最近 OPEC からの輸入を減らしてますから、6割を占めるようになりました。カナダが一番、メキシコも最近、もともとはメキシコからたくさん入ってたんですが、これも、油田が枯れてきつつありますので、だいぶ減ってきてまして、カナダが一番になりましたと。ということでございます。カナダの生産量はこのように青い線でございますが増えておりまして、一方カナダ国内の石油の消費量は減ってまして、まあ、下に書いてあるので 6% 減少してまして、生産が 55%、10年間で 55% 増えているということでございます。従いまして、この増えた分はアメリカに持っていくしかないわけですね。ですからもうカナダはアメリカの一部、アメリカっていうのはカナダと米国と、メキシコ、3つを合わせたものでございます。カナダからの輸入は 60% を占めておりますので、いわゆる、アメリカという全体のアメリカという意味での、生産量はカナダも含めて増えておりますということですね。これ、もう一つの選択肢のトランスマウンティンパイプラインが拡張工事が行われてますので、2022年、来年末ですね。これがまた稼働しますから、ますますカナダからも輸出が増えてきますよということでございます。最後にシェールオイルの油田の位置、先ほどパイプラインがありました、こういうところを走っているんですが、これを利用しまして、カナダからだけじゃなくて、こういったところからも、まあ、横からこう、パイプライン乗っけて出てくるということが可能になっています。したがってアメリカのいわゆる石油の流通が、こういったパイプラインができるたびに、なんていうか、スムーズになってくるということでございます。最後に、今後の原油の価格の見通し、価格は85ドルまで上ってきて、ちょっと下がってますが、この9月から上っていったのは、まあ、景気が回復するだろうと、コロナが収束するだろうという思惑から出てきたやつですが、全体的には、世界の OECD 諸国の石油在庫が減っている。つまり、需要と供給のバランスは若干供給不足になっている。まあ、それだけ OPEC 諸国がプラスですから、ロシアも含めて OPEC プラスの諸国が、
減産、増産を月額40万にし、1両40万バレルずつ増産はしておりますが、増産というよりも大きな増産を制御している段階でございますので、今回もOPEC会議がございますが、これでもまだ増産にはならないだろうということでございます。ということで、原油の需給がタイトで、どちらかというと在庫は減っていると。それが価格を上げていると。もう商品の価格ってのは思惑ではたまたま動きますけれども、大体においては需要と供給で動きますので、需要がジャブジャブな時に価格は上がりません。思惑として、これから需要が増えるだろうという思惑は、価格を押し上げることがあります。以上で、これからもし価格がどんどん上がっていったら、政府がですね、困るから、産油国に、G7 とか G20 の会議のところでですね、サウジアラビア等にもうちょっと増やしてくれよというふうに要望するはずです。だからイランがもう自動的に100万バレルほど増産すると思われます。これは時間の問題で、経済封鎖が解除される段階に来ております。従いまして、そういったところの産油国の増産がありますから、価格が上がっていくと、そういった増産が出てきますので、あまり価格はたくさんは上がらないと。そろそろ天井に近いかなという感じをしております。まあ、100ドル近くまで行く可能性は場合によってあります。しかし、それほど上がらないでしょう。この60ドルで買っときゃよかったねということですね。以上で原油価格の見通しはおしまいでございます。ご清聴ありがとうございました。